安全性に疑問を呈する専門家もいる。大飯原発の直下に活断層がある可能性を指摘したのだ。岩盤がまあ大体50センチくらいこずれているんですよ、これだけずれてるってことは新しい時代に動いたということを意味します。この指摘に原子力安全保安院は、活動性はないというふうにこれまで判断してきております。活断層ではないとする原子力安全保安院、果たして渡辺教授の指摘はどのようなものなのか。今回大飯原発に活断層がある可能性を指摘したのは東洋大学渡辺光久教授、名古屋大学の鈴木康弘教授とともに資料を精査した。これまで島根原発の周辺や敦賀原発の敷地内の活断層について調査、原子力関連施設と活断層について検証を進めてきた専門家だ。大飯原発の中のどこを通る、どういう断層なんでしょうか。大飯発電所のこれ1号炉、2号炉、3号炉、4号炉ですけど、2号炉と3号炉の間にあるこの F6 っていう断層ですね、この敷地内にある F6 っていう断層が活断層である可能性があるということです。渡辺教授が指摘したのは大飯原発の中央を南北に走る長さ900メートルの F6 と呼ばれる断層で、盛んにその大丈夫ですという証拠にされているのがこちら側のスケッチです。南側ですか。南側です、この断層について関西電力はこれまで岩盤がずれていないので活断層ではないとしてきたが、渡辺教授の見方は違う。この反対側のスケッチですね、北側ですね、これおかしいじゃないかと。渡辺教授が原発の設置許可申請書を精査して確認したのが原発北側の岩盤のスケッチ。岩盤がまあ大体50センチくらいこずれているんですよ、でその上に乗っている砂利の層もですね、ほぼ同じくらい50センチくらいこずれているので、この砂利層が溜まった後に F6 という断層が動いたように見えるということですね。渡辺教授は岩盤と上に積もった茶色の砂利の層が同じ量だけずれているので、比較的新しい時代にこの断層が動いたのではないか、つまり活断層の可能性があると指摘する。さらに F6 以外にも原子炉の真下には小さな断層が10本ほどあるという。1号炉、2号炉、3号炉全部こう真下にあるわけですよ、こうやって。でこういうのもひょっとしたら活断層じゃないかと、そういう疑いがあるということですね。原子炉本体は相当頑丈に作ってるかもしれませんけども、建屋が壊れたら配管が全部切れてしまいますので、もしその原子炉直下のものが動いたら相当甚大な被害が発生すると思わざるを得ないですね。その危険性があるので、ちゃんと調査をしてくださいと申し上げているわけです。安全が確認されたものは再稼働していいと思ってるんですよ。ところがこれは確認されてないと、まずだからここ行っていただいて調査をして、確かに活断層ではないんだということを私たちに示してくれればいいです。大飯原発の下に活断層があるのではないかという渡辺教授の指摘について、原子炉の構造に詳しい後藤正志氏は、大きな力を借りるのは建物自身が壊れる可能性、あるいはそこまで壊れなくてもですね、傾く。一番心配なのは制御棒が入らなくなります。もし制御棒が入らないと核反応止まりませんから、でそのまま普通にメルトダウンじゃなくてチェルノブイリ型になる、爆発を起こして、これは活断層ではないと言い切れなきゃダメです。そうでないとプラント側としてはとても許容できません。国の指針でも地震で動く活断層の真上に原子炉を建ててはならないとされている。渡辺教授の指摘に対して関西電力は我々の取材にこう答えた。当社は3、4号機増設時の1982年の調査や2006年の耐震性再評価でも、この断層が少なくとも活断層と断定できる時期に動いていないと評価している。この結果は国にも確認いただいています。原子力安全保安院は渡辺教授の指摘する活断層の可能性についてどう考えているのか、
大井町にある緊急事態に対応する際の重要拠点オフサイトセンターを訪ねた。あ、電気つきました。これ広いですねこれね。そうですね、大井町にある原発の緊急事態に対応する重要拠点であるオフサイトセンター。でそれぞれ、まあ、医療班であるとか広報班、総括班、はい、そういった、まあ、プラント班、はい、まあ、そういったところでそれぞれに分かれてですね、で情報収集したりまたは避難計画を立てたりとかですね、はいはい、でそのような形で、いろいろと対応していくと、はい、大井原発にその敷地内に断層があって、はい、どうも活断層の可能性があると。それは一応原子力安全保安院の方で、まあ、審査をした結果、活断層ではないということで、結論が出ておりますので、まあ、それにつきましても先日県の原子力専門委員会の方にも報告させていただいて、まあ、それは妥当であるという評価をいただいているというふうに我々は認識しております。安全性は確保できていると、そういうお考えであると。そうでございます、はいはい、写真とか見てもらっても分かるんですけどね、はい、見るからに危ない感じなんですよ、うん、それでね例えば、急な崖の下にね電源、まあ、最後の、まあ、頼りになる電源車を、ね、置いてあるとかね、そういうの、はい、僕らこれ大丈夫なんですかって聞いたんですね、はい、したらいやコンピューターで計算したら大丈夫なはずですって言うんですよ、うん、でだけど誰がどう見たってあんなところに自分の家は建てないですよね、うん、って言ったら黙ってましたけども、うん、そしたらねついこの間分かったんですけどやっぱり電源車をねこう危ないからって移動したんですよ。あ、いくつかに分けてね分散しましょうなんてやってるんですね。つまりも言ってることはコロコロ変わるし、我々のような素人から見てこれはいかにも危ないだろうっていうようなことを平気でやってるって、それは結局ね全部コンピューターと文書なんですね、うん、計算したら大丈夫でした、もうそれだけなんですよ。ですからもう本当にねこれ全然信用できないなと、まあ、そもそも保安院がやってますからね、まあ、癒着でもう電力会社の言いなりになってたっていうところが未だにやってるっていうですね、もう走行を変えないとどうしようもないですよね、はい、そしてこの大井原発の下に活断層が。そうなんです、また新しい問題ですね。これ大井原発ですけれども海に近い方から1号機2号機そして再稼働が間もなく決定する3号機4号機ですが、この2号機と3号機の間に F6 と呼ばれる断層がありまして、これが活断層の可能性があるというんですね。さあこの F6 断層ですけれども、まあ、横ずれ断層という動き方をするタイプだと言われていまして、こういうふうに力がかかります。でこの力がかかると地面が水平方向にこうずれるのが横ずれ断層で、阪神淡路大震災を起こした野島断層と同じタイプだと見られているんですね。さあその野島断層ですけれども、淡路島のこの場所ではこういうふうに地震の後亀裂が入りました。水平方向に1メートルぐらいずれています。で下からの写真で見てみますと、ここに塀がありますね。これもともとまっすぐな塀だったんですよ、ここがね。それが1メートルぐらい大きくずれていると。ただねすぐ近くにあるこの建物はほとんど無傷と。これ狭い範囲で被害が出るのが横ずれ断層の特徴なんだそうですけれども、逆に言えば真上にあれば大きな被害が出ていたかもしれないということですね。さあその上で大井原発の断層を見ていこうと思いますけれども、まあ十何本あるんですが、1号機の下これ完全に断層が走っています。 F6 はこの長い断層ですね。で再稼働を決定するとみられる3号機4号機の地下にもやはり断層はあるということで、まあ、近くにある球磨川断層っていう大きな活断層がもし動くとこの断層も動く可能性があるということで、専門家は再調査を求めているんですね。マジさん、まあ、これね本当活断層だとちょっと怖いですよね。そうですね、建物の耐震強度がたとえ、まあ、クリアしてても断層がどうやってずれるかによって耐震関係ないです。揺れじゃないです、ずれですからね。ずれですよ ね、時間が、ええ、ね。川村さん、渡辺先生って山形さんが取材した方は原発は、まあ、必要だという立場の方なんですよね。あ、そうですね。その必要だという立場の方も活断層の可能性があるから調査した方がいいって言ってるんで、別に反対派とかいうことではなく、うん、やっぱり原子力の専門家、原子力プラントの設計者とか、さっきの後藤さんもそうですけど、自分たちが関われば関わるほど本当に安全なのかということできちっとした調査をしてほしいという声が上がっているわけですから、本当にこれ活断層でないという根拠とかですね、そういうものを
野田総理もきちっと確信しているのかどうかというと、今再稼働しないとこの国が立ち行かなくなるというそういう論理なわけですよね。で、立ち行かなくなるということ以前に人の命ということを考えた場合には、やはり徹底的な調査をしてからの方が、まあ、国民にとっては安心する一歩だと思うんですけどね。まあ、実は原発とその活断層については、ね、こういうことありました。島根原発ですけれども、初めこの近くに活断層ないと言われていたんですが、その後、はい、8キロの活断層があることが分かりました。で、さらにその活断層実は10キロでした。今では国も22キロのこの活断層を認めているということなんですね。これ原発の安全性にも大きく影響する問題だと思います。それからこちらの敦賀原発に関しては、裏底断層、これ動かないと見られていたんですけれども、今はこれが活断層であることが明らかになっていると。で、この原発の真下にある断層も、つまり活断層の可能性が今出てきているということなんですよね。まあ、こうしたことを見ると、その活断層の調査審査大丈夫だったのかなと思ってしまいますが、実は国は東日本大震災を受けて今年の1月に再調査を電力会社に指示しました。そのポイントは、複数の活断層が連動した場合の耐震性と敷地内に活断層があるかどうか、その可能性の調査なんですけれども、各電力会社から報告が上がってくると、やはり敦賀原発2号機直下の活断層、2号機直下の断層が活断層である可能性が高いということで、今調査継続中です。で、もう一つ、東通り原発では敷地内の断層は活断層ではないという、そういう報告があったんですけれども、いや、その可能性は否定できないとして、今再調査が指示されています。まあ、その他の原発については問題がないということなんですけれども、それでも専門家は改めてその現地調査を求めていますね。こういう、ね、技術って日々進歩してますから、不安を払拭するためにも、ね、再調査すべきじゃないのかなというふうには思うんですがね。